今週は車です。今日はですね、新しいアイテムが届きましたのでご紹介したいと思います。で、ゼハンザの MKH416 が届きました。で、こちらになりまして、MKH416P48U3 ってやつですね。で、ちょうどサウンドハウス眺めていったら、まあ、セールをやっていて、まあ結構安かったので、ゲットしました。ポイントを考えると、まあ、12万キルぐらいですかね、はい。で、まあずっと割と欲しかったので、まあとりあえず勢いでゲットできてよかったんですけど、ちょっと開けてみて、比較してみたいと思います。今話してるのがゼハンザの MK600 なので、だいたい20センチぐらいで話してまして、288M で、ロジックプロで使用しています。はい、というわけで切り替えたいと思います。で、ケースが結構しっかりしてるんですよね。まあ画像を見てだいたい分かってたんですけど、こういう感じ。おお、こういう説明書と中がこういう感じですね。こういう感じで、ここには、あ、あれ、あ、そういうことか。これついてないと思ってたんですけど、僕今これ MK600 はここにクランプっていうか、マウントアダプターかなを別売りで買ったんですけど、これはついてるんですね。うん、こうやれると。で、角度も変えられるやんこれこれオプションっていうか、これ角度変えられるやつ選んだんですけど、え、これだけでいけるやんっていう、これいいですね。多分 MK600 より細い気がするんですけど。で、本体がこちらになります。おー、 MK600 とサイズ同じなのかな。ちょっと見てみますね。あれ、あれ、 MK600 より短い。あ、これ知らなかった。マジ、あ、そういうことか。 MK600 ってまあ比較的新しいと思うんですけど、これは炭酸電池で動くんですよね。で、 3.5mm ピンでもいけるし、で、416は、XLR のみですね。かつスイッチが全然ついてないと。で、 MK600 はまあオンオフできたり、これがファントム電源使わないときですね。ん？使わないときかな？うん。で、ローカットスイッチもあるということで、1センチぐらい MK416 の方が短いですね。で、これ持つの初めてなんですけど、あ、ちょっとやめとこ。なんかちょっとサイズが違う気がしたので、やめときます。まあ、この、ウィンドスクリーンは MK600 専用ではないんですけど、まあ、ソニーについてたやつかな？ソニーのマイクについてたやつなんですけど、まあ一応使えるので、こう使ってるんですが、で、質感結構違いますね。MK600 が、まあ、なんなんだろうこれ。ステンレススチールっていうのか、こっち、合成感すごいですね。ちりめん加工っていうか、ちょっと高級感あって、ずっしりだけど、別に全然重くないっていう感じ。うん。高級感すごいですね。で、ゼンハイザー、MK1416P48 ってことで。はい、入ってます。これは、さすが、もう名機中の名機ですよね。っていう存在感が半端ないです。というわけで切り替えたいと思います。はい。今、MKH416 に切り替えました。おー、これ僕、初めてですね。本当の初めてで、
今話してるんですけど、でレベルはマイクプリの原因は合わせてますね。だいたい波形一緒ぐらいですね。もうちょいだけ。はい。やっぱレビューで見てた感じと印象同じで、ローがちょっと抑えめですね。で、ハイがちょっと持ち上がり気味ですね。MK600 と比べると。なので多分、後編集もやりやすい。まあ、そのまま使えるレベルっていうか、多分やりやすい感じだと思うんですけど、で、聞き取りやすい音になってるのかなと。で、MK600 と比べると、視察音が気になるぐらい、ハイが上がってる感じ、印象で、ただ、多分、視察音気になるっていうか、その、いい感じのハイが出てるようなイメージですね。はい。というわけで、感触めちゃくちゃいいっすね。で、今、これつけてみます。はい。今、ウィンドスクリーンをつけました。おー。ちょっとレンズの絞りも変えて、こっちが、マイクがよく見えるようにしたんですけど、まあ、この、何て言うんだっけ、ここの、まあ、ピント面、マイキングがスポット、スイートスポット外れると、まあ、一気に声が減衰するっていうやつですよね。声の芯がなくなるっていう。だから音声さんが必ず上方向から、口元に向かってマイキングすると思うんですけど、で、まあ、マイクに詳しい方の動画見ると、これ水平じゃない方がいいみたいですよね。上向きか下向き。なんでかというと、基本人間が、水平に立ってて、話すと、この壁とかに水平でバーンとこう、リバーブ、反響が入るので、マイクが水平は良くないと。で、多少上向きか下向きにした方がいいっていうのも言われていると思うんですけど、まあこういう感じですかね。はい、うん、こんな感じにしました。で、あ、これかっていう感じですね。うん、はいはいはい。めっちゃ使いやすい、使いやすくて高級な音っていう感じがしますかね。まあこれに慣れちゃうと他のマイク使えない気がしますね。 MK200 とか MK400 とか多分 MK600 もこれは使わなくなる気がちょっとしてるんですけど、まあただ MK600 も好きな人多いですよね。まあ結構安いですし、取り回しもどうなんだろう、まあしやすいっていうか、あんま気をつかないっていうか、そういう感じはあると思うんですけど、416だと、まあ、まあガンガン使っていいと思うんですけど、まあ高級な部類に入ると思うし、まあ、多少気を使うっていうかね。で、付属のウィンドスクリーンつけるとこういう感じで、ちょっと長くは見えますかね。まあ、こういう感じ。はい。ですね。で、まあ僕はマイクは、あんまり隠したくなかったりもするんですけど、これも構図の画角の、そのデザイン要素の一番みたいな感じで考えたりしてるんですけど、ただまあガンマイクってね、音声さんがこのフレーム外にマイキングするこの辺かなのが、まあ醍醐味っていうか、まあマイクの存在を感じさせずに話してるのを見られますよねっていうので、まあそれもやってみたいんですけど、ここにあるとしたら、まあ、まっすぐ離したら、30センチちょい離れますかね。だと思うんですけど、今が、ま、20センチ弱ぐらいになってます。はい。で、MK600 は、ま、ローカットスイッチがついてるとはいえ、ローカットしないと、すっごい低音が入るんですけど、
416はそこまで、ああ入んないな、分かった、そこまで入んないですね。あの余分なもこもこボワボワしたような低音が多分もともとバランス調整されてて、うん、嫌な低音入ってない感じですね、近づいても。でこのぐらい近づいても多分いい感じに取れてるし、今2センチぐらいかなめっちゃ近いんですけど、でまあ多少離れたらこういう感じですね。で50センチぐらい離れたらまあこういう感じですかね。まあ多少空間の奥行きっていうか、そのちょっとオフマイク気味に聞こえてると思うんですけど、まあでも全然音声さんがマイキングするときってこのぐらい全然あると思うので、まあありですよね。はい、というわけで20センチぐらいに戻ってきたんですけど、まあ感触いいですね。でこうやってダイアログで会話の動画話しながら動画撮る分にはめちゃくちゃ扱いやすい感じですね。僕的にはシュア SM7B、まあ、紙マイクって言われてるんですけど、ちょっと難しくて、なんかいつも低音残しちゃうからか、こもり気味になってしまうんですね。まあもっとローカットしたらいいんですけど、なんかいつもやりづらくて、うん、で Mac で音編集してて、これでいいやと思ってテレビで YouTube 見るとめっちゃ低域あるみたいなね、うん、まあやり直したり反省したりしたりするんですけど、ちょっと難しい部分があるんですけど、 MK416 はもう本当にいいバランスの感じで、失敗が少ないのかなっていう感じがしますかね、はい、というわけで、うん、このスイートスポットだけ分かればだいたい使いこなせるんじゃないですかね。というわけで MK416 は届いたファーストインプレッションをお届けしました。お邪魔しました。